社長のトヨタが申し上げたように変化が求められる時代だからこそ変えてはいけないことを明確にしておく必要がありますリアルな車づくりにおいて競争力を磨き続けることはまさに変えてはいけないことの一つだと思っております車のポテンシャルを大幅に上げた上で 1000万台の数を生かして賢く共用化する TNGA とお客様目線でこだ車作りにこだわるカンパニー製この両輪を軸にお客様第一でもっといい車作りの競争力を磨き続けておりますここで紹介しているのは TNGA およびカンパニー製で開発した車です 15年のプリウスを先頭に中型から大型レクサスへと展開現時点で15モデル台数で見ると約300万台約3割を切り替えてまいりました開発工数はグルーピング開発や部品共用化を進めた結果導入前のモデルに対して 約25を低減ここで捻出した工数をケース等の先行開発に当てております車の導入に伴う設備投資は共用化が進んだ結果同じ設備で効率的に複数の車が生産できるようになりこちらも1ライン平均約25%を低減。 車両原価は、構成部品の共用化、種類削減、生産工程の簡素化など、徹底的に推し進めた結果、約10%低減することができました。ただし、車両繁華は環境規制対応や安全装備の拡充なので、お客様の望むレベルには、まだまだ十分ではない状況だと思っております。 もっとお求めやすくご提供できるよう今後とも t p s と原価低減に徹底的にこだわりこれらの取り組みをさらに加速させてまいります車づくりの環境が厳しさを増す中モビリティカンパニーへの変革を進めていくために中長期的な観点も踏まえてもっといい車づくりの競争力強化を ささらに一層加速させてまいります TNGA ではグローバルで全て共通化することに固執せず必要に応じ地域ごと車種ごとでお客様のニーズに合わせながら賢い共用化開発と原価の作り込みを進めますセダンや SUV など異なるモデルをフリキシブルに生産し需要変動に強い 再生づくりりも一層強化してまいりまいすグループの強みと弱みを見極めながら進めるホームアウェイアライアンス普及して初めて社会に貢献できる安全や環境などの取り組みにおいては自社開発を加速させるとともに積極的に他社との協調も進めていくなど 仲間づくりにも引き続き取り組んでまいります。今後2年間で、コンパクトから商用、SUV とさまざまなタイプの18のモデルを新たに投入し、650万台の程度の約6割を新型車に切り替える体制を実現してまいります。これからももっといい車を継続的に お届けしてまいりますので、今後ともトヨタにご期待いただければと思います取り巻く環境変化は、大変激しく大きく、そして将来の競争も大変厳しくなりますように、前回社長が申し上げたように、トヨタは大丈夫と慢心している場合ではないと。 いうふうふに考えておりますこれから先のケースの時代というのは、まあ、技術もビジネスもライバルも大きく変わり収益も悪化いたしますが中長期的に必要な投資というものは惜しまず行ってまいりたいと思います。またこれら全部を すべてトヨタでやりきることはできず、仲間作りが大事だと思っています。そのためには選ばれるトヨタ、選ばれる社員でなければならないと思っています。社員一人一人がですね、まあトヨタらしさ、トヨタの強みを取り戻す企業風土改革というものを今進めております。 企業風土改革というのは人材育成でもあります、まあ、未来のために企業風土改革を自分の代でやりきる、まあ、これが社長のトヨタの強い決意でありますリアルな車作りの競争力を上げて一、まあ、人でも多くのお客様に満足いただきながら未来のための 投資も続けながら基盤となる企業風土改革これをきっちし進めてまいりたいというふうに考えておりますトヨタは交通事故死傷者ゼロ、まあ、これを究極的に目指しているわけですがまだまだ道半ばでありやることはもっとたくさんある、まあ、しかも一方で最近はですね高齢者の事故 特にペダルの踏み違い事故というまあ、悲惨な事故が非常にたくさん多く報道されておりまあ、ここが喫緊の課題だというふうに思っていますあの安全には競争領域と協調領域があると考えています業界全体として協調してより広い範囲内で一緒になって まあ、一見でも悲惨な事故を減らしていきたいというふうに考えています。あの、長野県の蓼科に。あの、交通安全祈願のためにですね。まあ、ちょうど四十九年前に。トヨタ自動車と。トヨタの販売会社が。建てた。え、商工事がございまして。まあ、先月もですね。あの、交通事故で亡くなった方の供養と。 交通安全祈願の法要を行いました、まあ、今年初めてですね鈴木さんスバルさん松田さんといった、まあ、トヨタ以外のトップの方々それからさまざまな部品メーカーさんそして損保会社のトップが、まあ、一同に会しまして交通安全について皆で考える 機会というものを開催いたしましたまあ、悲惨な交通事故を少しでも早く減らしていきたいということでまあ、思いは一致しました協調領域の最初というのがこのペダル踏み間違いのご踏みシステムこれの後付けになるのではないかなということがあのその日もディスカッションになりました 我々の間ではです、ねまあ、この会議をです、ねまあ、立て品会議というふうに呼び始めているわけでして、まあ、来年以降も毎年この会議が開催されてより広い安全の議論がされて安全な車社会に一日でも早く近づけるようなことを期待をしております。